2021明治安田生命 J1 リーグ第30節日発三沢球技場から横浜 FC 横浜 F マリノスの一戦をご覧いただきます。共に横浜本拠の両クラブ、いわゆるダービーマッチです。今日の両チームのラインナップです。まずホーム横浜 FC です。ゴールキーパーブローダーセン、最終ライン3センターバックは岩竹、高橋、秀人、袴田の予想です。中盤3列目安永、アルトゥール、シルバー、サイドにマギーニョ、武田、前線にサウロ、ミネーロ、松尾、瀬古が入ります。 F マリノスの今日のラインナップです。ゴールキーパー高岡、小池、チアゴ、マルチンス、岩田、ティラトンの最終ライン。チアゴ、マルチンス帰ってきました。中盤今日は大木原の隣、渡辺浩太が久しぶりの先発起用です。マルコス・ジュニオールトップ下、前線前田大然、レオセアラー、エウベルの3人です。松尾が寄せたんで下げました。入れた、うん、レオセアラのパスです、はい、エウベルがダイレクト、逆サイド前田大然、糸口を広げて一気にゴールに迫りました。横浜 F マリノス、ちょっと外側から横浜 FC の中盤の背後を斜めに入れるっていうところが、はい、今左右両方出まして、で相手の最終ラインの背後に鋭く流し込むっていう、このスピード感も素晴らしかったですね、はい、うん、曖昧なとこで小池です。横に大木原、ずれたんで速攻の糸口を探る横浜 FC、 場所に出してサウロミネイロ、カバーに入る岩田、サウロミネイロ一つ剥がした、狙ってきました。F マリノスからすると、まあ、守備に影響を受けたミスではなくて自分たちのミスでカウンターを受けてしまったので、はい、こういった部分はまあ避けたいなと。横浜氏が奪った時にしっかりもうトップの選手がスムーズに背後にこう流れたところにボールが出ましたから、はい、ここはつながりがあってよかったですね。少し前にあの腰、今左の、ね、腰あたりを気にしてますけども、うん、まあ、ただ1枚変わるっていうよりはだいぶプラン自体を変えなきゃいけない交代になりますね、はい。ジャーメインです。安永サイドチェンジ、ジャーメインが背後に走る、マギーニョは一回止まってセコワンタッチ、ジャーメイン出ていく、バックスピンがかかった、折り返してサウロミネイロ、一列下がったセコのパス、急遽出てきたジャーメイン、そして今日ワントップサウロミネイロ、つながりました横浜 FC。そこのボールが良かったですし、まあ、その一つ前もジャーミー内側から走るアクションを見せたんですけど、まあ、そういったところをしっかり使って深い取って、まあ、F マリノスからすると自陣で守備をする時間機会自体が少なかったですから、はい、そういう意味では少しこう、ね、攻撃攻撃の中でうまくあの対応できなかった部分は出ましたね、はい、今度は高岡で剥がす、これを瀬古で取る、安永ワンフェイク、ジャーメイン、ジャーメイン、ジャーメイン左足、ジャーメイン自分のスピードをあの守備のにもしっかり使って、はい、まあ、岩田の音もちょっと外側から狙うような形も見せてるんですけど、はい、まあ、彼の守備に全体がしっかり連動できてますね。チアゴマルチンスワンタッチ前で瀬古が取りに行く、ね、反転したのは渡辺浩太、はい、右を使ってエウベル、ありあり、速い球が来た、マルコス・ジュニオー、クロスバー、左足、ティーラトン、触ってますね、指先で触ってる、安永が狙った、ナイスキャッチ、ナイスキャッチですね、高岡よく取りました。マルコジュニオール、前田のパスからレオセアラー、クロスバーに当たりました、あーと PK、 PK シュートの後、はい、あ、止まれずに、はい、ブローダーセンターをかすめた、マルコスジュニオールで同点、
ギリギリのところを蹴りましたね。ギリギリですよ。指先ちょっと触ったんじゃないかぐらいのところだと思うんですが、はい、まあ、このコースに蹴れれば届かないですねっていうところですね。作り直してマギーニョ、体当ててサウロミネイロ、サウロミネイロ、サウロミネイロ、もう一狙った、左ポスト決まっていればスーパーゴール。打ちましたね。しかも右で打ちました、はい、サウロミネイロ出すか、あった、確かに大きなピンチにはなってしまうんですが、退場です、まあ、難しい判断ですね、はい、渡辺退場です。まあでもその渡辺を誰よりも先に主将木田が迎えました。まあ同じポジションですし、そうですね、気持ちは上がりますからね、はい、あとはまあ横浜 FC 側がスタンスを維持するのか変えるのかっていうんだけど、もうだいぶ展開変わりますね。おお、いや前田大然、すごい、大木原が出して杉本が折り返して、前田大然で逆転しました。 F マリノス1人少なくなったのに、まあ、強気な姿勢をやっぱり崩さずに前に人を残したっていうところは大きかったですね。ワンテンポ遅れたらおそらくないですし、前田じゃないと間に合ってないでしょうし、ここまでは早川監督非常にタフにチームを戦わせてきました。セカンドチャンス、岩竹か、お踏み込んだ踏み込んだ、岩竹だ、ジャネヘリングサウロミネイロ、終了間際また振り出し、またサウロミネイロ意地を見せます。横浜 FC ダービーマッチ2対2同点。岩竹でしたよね、まあ、準備からこぼれ拾ったところからプレーが非常に勇気もありましたし、どの選手もゴールに向かった準備と反応ができてましたね。クロスボール、マッチャーメ、後ろサウロミネイロ、ナイスキーパー、しのいだしのいだ、高岡でしのいだ、はい、しのいだようには見えます。いいクロスでした、高かったですね。どうでしょう、ギリギリだ、大勝負だ、水沼折り返した、試合終了の笛です。激闘、死闘でした横浜ダービー、最後90分早川監督のチームを追いついて試合は2対2引き分け、引き分けです。